かさ、これが違うなっていうのがまず一つで、それから立ってきた時に量がすごいボカ立ちするっていうのがないですね。なんかそういうものは全然感じないで、しっかりした、常になんか滑らかな、しっとりしたっていうのとはちょっと違うかもしれないですけど、ボサボサになるようなことって全然ないで、立てすぎるだとかそういうようなことがほとんどないですね。ジェノアズの上がり一つにしても非常に今はもう自分の本当最高のジェノアズが今この段階でできている。非常にその食感ふわふわ感が残る、相対することが非常にできるようなジェノアズができた。これはもう以来で入荷のモードがあるということで、うちがオープンからまあ売り出そうとしていたケークっていうお菓子を非常にきれいに滑らかに作ることができるので。